はいこんにちは大竹誠です今日は9月の12日木曜日今日のパートナーはこんにちは春名愛ですはい私の横にはこんにちは文化オスアナウンサ砂山慶太郎ですよろしくお願いします涼しくなるとか言ったのにまた今日すげえ暑かったねなんかね外今日も暑い外出たらねでもうなんかクーラーがちょっとちょっと効いてるなって思いますよ涼しくなってんのかなそれは朝晩が 涼しくなってるから <laughs> 日中のクーラーがなんか効いてるような感じするんですけど前はなんか朝晩も暑かったからクーラーの効き悪いなみたいな。 いやわかずっと暑いとなんかクーラーまで室外機の上によくね濡れたあのタオルを置いて水かけたりとかいうような時があったじゃないですかそれがなんかちょっとよく効いてるなと思うとやっぱり朝晩はちょっと涼しくなってるのかなと思うんですけどそういう日中は暑い。な 本当に暑いですもう分かりましたもう一瞬俺会話が通じなくなって本当と俺がもう久しぶりですよねそう久しぶりだねそう久しぶりにほんに外国あのタイのあれにお祭りみたい行ったとか行ったニューハーフの世界大会ですねはい私が2009年に優勝させていただいてから審査員で今年はペルーの人がもう2009年

タイはあれだよね、うん、そういう、そのジェンダーとか。フランスジェンダーとかね,ね。そういうことに関して、こう、とっても開けてるよね。タイはだからね、うん、あのタイに行って、うん、あの結構。 女性から男性になる人とかもタイに結構多くてトム・ボーイって言うんですけどでも最近ちょっと同性婚が OK になったのでははいいそうだよねすごいそれは本当喜んでみんなみんな本当にそっちだからタイに行って結婚される方もいたりねそうだよねなんかすごい今回ペルーの人だったんですけど優勝の人がすごい綺麗な人でしたね。ペペルルーーの方 もう世界から来てるんで大会には何人ぐらい参加するんですか今回は26人ぐらいかな最終のその審査にはあみんな水着みたいになるわけも水着審査もありで国のコスチュームってそれぞれの国をイメージしたコスチュームあったりスピーチもあったりあとタレント性を見るっていう歌とかダンスのショーもあったりとかしてはいまあペルーっていうとまあ 南米のちょっとあれでねジャングルっぽいところがたくさんあるとこだよねペルーって。ですよでもタイももともとネッタのジャングルだったんですって私今回初めて知ってペルーもそうでしょでも今回ねんでそれ知ったかというと私が滞在している時にニュースで男性の方が洋式のお手洗いで用を足している時に。 ヘビに、抗ガ、うん、を中からガッと噛まれたんですっ、ね、て。<laughs> え <laughs> ほんと、これすごいでしょニュースで。私、ヘビが一番苦手なんですよ。 ほんでそれをねあの大会終わったと私バンコクに行って日本食料理屋さんに行ったらそこの店主の方がタイの方とご結婚されてもずっとタイ住んでる方なんですよ。であのニュースって「本当なんですね」って「あれびっくりしたんです」って言ったら「はいちゃん」って「タイはねもともとジャングルで地下鉄があるけどもそんなに日本みたいにいっぱい地下整備されてないからあのすごい蛇が多いと。 だからバンコクの街中でもキングコブラとかが出るニュースとかよくあるけどトイレの,あの,その便器の,その奥にこうぐにゃぐにゃってこう S 字みたいに曲がってるところにこうヘビがこう中からこう上がってきて入っっててくんですってそのヘビニュースに出たのを、ね、あのバッと引っ張り出したら、ね、2ーのルナコンダだったんですって。 の方法 <laughs> アナコンダが抗がんを噛んだってそれニュースになっててだからねこっちの人たちはねあの路面店のねトイレはねあの1階にあるトイレは1回水を流すっていうのが鉄則なんだよって言って私知らなくて水流したぐらいで大丈夫なの分からないもうだってメートルのアナコンダピッチリ入ってますよね多分ねそれも私も怖くなっちゃっていやでもあるじゃない あいちゃんはその、なんていうか、はい、噛まれるものはもうな、な、な、ないというか。<laughs> そうなんですよ、ね。うん、だから、<そ>あの、あんまり、あの、<laughs> なくしたい人は一回座ってくださいじゃないんですよ。そんな問題じゃないんですよ。<laughs> ごめんなさい。<laughs> そう、でもね、違うんですよ。あのね。私、それで、ちょっと蛇の気持ちになってみたんですよ。はあ。 ヘビの気持ちになったらもうわけわからないこのね地下のね下水のところを通って何やこれは草も何もない食べ物もないとこグっと通ってやっと見つけたこの穴にどんどん入っていってたどり着いたのが便器の外で前をパッと見たらまあ甲眼がぶら下がってます。をパッと見たらヘビのね死角から見たらそれはもう藁をもすがる気持ちでもう噛みつくでしょう。 と思ったんですよそうなったらもう蛇の気持ちになったら結構どこのトイレでもいるんちゃうと思ったらもう怖くなっちゃって蛇<の> <laughs> <え>ちょっと考えたんですけどねいいやいや蛇の気持ちにはなんなくていいと思うんだけど <laughs> <も>まあねまあでもこの間も洪水だったしな洪水の時も、うん、私はあの何度もタイに行ってるので、うん、洪水の時にはもう水がたまる地区っていうのがあるんですよ、うん、あもう決まってるんだはいで結構ワニもいるんですよ、うん、ワニ ワニニに噛まれれたたってニュースは私それ見たことあるんです、うん、昔、はい、洪水の時に、うん、だから洪水で水バッと上がる時もヘビも上がるんですって、うん、だから本当に街の中にいっぱいヘビとかワニとか、うん、あのね公園に行くとワニはいないけどオオトカゲが普通にいますもんね。 でも全部が全部、こう狙ってるわけじゃない。そう、ない時もありますかね。いや、でも、アナコンダはすごいね、ちょっと、本当かよ。本当に、私ニュースで見たんですよ。二メートルコンだってあれじゃない、映画に出てくるような。そうですよ。なんか、街中、本当にいるの。本当にいるみたいなので。ちょっとね、お手洗い、一回目、一回のお手洗いする時は、一回水流すっていうの、皆さん。やってみてほしいな。タイに行く時は。タイに行く時は。 はい、ねえ、本当に <laughs> みんなのあれになってるかどうか。プチガイドブックにね、はい、ちょっと申しといてほしいです、ね。わ、はい、かりました。はい、はい。俺の方は、あれだね、まあ。昨日も、暑くて、まあ、ちょっと収録が別にあったりして。はい、まあ、ちょっと甘いもの食べたいなと思って、俺。こあの。 前からねちょっと甘いものに飢えててね我慢してたの我慢してましたよねお前持ってくんなよとかねはいはいでどうであのどっかのこのチェーン店にソフトクリームのあるとかあるじゃない知ってるコンビニいやコンビニじゃなくてんかこうマックみたいなああいうチェーン店にソフトクリームのあるとかあるのよまあ確かにソフトクリームあったなと思ってソフトクリーム食おうと思ってはい 何年も食ってないから <laughs> <あ> <laughs> あ何,何十年も食ってない,ない <laughs> よく逆に思いつきましたね <laughs> 何十年も食べてないのに急に <laughs> で,でお店で注文したら <laughs>、あのーこ「コーンにしますかそれともカップにしますか?」とか言うから目の前にサンプルがあったから「うん なんかコーンの方が美味しそうじゃなないんかこうさ三角形で止まっててちょっとシナッとなったとこから食べてね、うんはい、パリパリとはい、はいはい、じゃいくらですかあったら350円でアイスすっていうから注文して、まあ、それとアイスコーヒーと、まあ、頼んででもね手にいろいろこうあの持ってたんですか携帯とか携帯とか財布とかそれからなんだっけ <laughs> iPad とかいろいろ持ってたのね、はい、で、お盆を持つんだけどそのコーンの台がついてくるんだけど、はいはい、まあちょっと不安定な感じがしてたのよで、ちょっと不安定だなあと思って、はい、まあ気をつけてもうとうと思って、はい、で、そのお店は1階と2階があって 2>,、うん、2階の 奥の方にちょっとだけタバコ吸えるとかあるのね。まあそこまで何とか行こうと思って二階の階段上がってって、もう夜夜夜年年だから夜夜しながらぐらぐらしながら上がってって、で階段うまく上がったのよ。上がったと思った安心感でバタバタって。えもうパンと倒れちゃったんですか。いやいや俺は倒れないことだいだい台から。 あのソフトでちょっと揺れたんだろうねバランス悪かったからお盆の上にの上から落っこってベチャいと下に下に地べたに大きく揺らしましたね最後もうね情けないなと思ってでちょうどそれが階段の上がりがまちで結構いろんな人からそこ見えるとこなのよ俺がこぼしたとこ向こうの目の前の男の人が「あっ!」 いや, <laughs> いやみんなねうわ大丈夫かなあのおじいちゃんおじいちゃん大丈夫かな頑張れ頑張れ <laughs> みんな見てると思いますよ絶対私ももせ,もせ,もせ,もせ上だけすくって食うわけにもいかないしね、うん、でも一回ね <laughs> そんな時は口でパッと上のね<口>とことああそっか床に落ちてるやつを俺アナコンドじゃねえんだけど、ね、<laughs> 床に落ちてだけど <laughs>、うん ああと思って。うわ。どうしたんですか、ほんで。店員さん。いや、でも二回店員さんいないから。そんなっての、タバコを吸うところの横になか大付近とか。それから、なか。水の切り拭きみたいな、そこは置いてあったのよ。だ、それ持って。一回。ちょっと手汚しながらすくって。あ、ゴミ箱に入れて。残ったとこに。ちょっと切り拭きみたいになって。それで、その大付近で綺麗に拭いて。全部一人で。掃除して。 みんなにあのれなさんあのじいちゃんもうそれあかんねんってちゃんと手に持たなってこれさもう店員さんがねそれ見ててくれたらさバッと来てねもしかしたらさもう一個作りますからって言ってくれるかもしれないじゃん甘い。 甘い。それ落ちたらあかんでしょ甘いかな。あかんでしょうね自分でね甘いか。俺の感が甘い。だから目の前の引き渡しぐらいはいいでしょ。二回持っていっちゃうともう。いやだからさ二回持ってちゃってそこにもしね店員さんいないんだけどそこにちょっとすれちすれ違っていたりしてくれたらあ大変ですね今もう一つ作りますからって言わない。甘い。 甘いいでしょもう一つはね管理あれ何 cc かのね生クリームとちゃんと管理されてるのでね多分難しいんじゃないですか調整っては厳しいですか厳しいんじゃないですか管理はしょうがないからそこ綺麗にしてアイスコーヒーは置いてもう一回下に降りて「すいませんソフトクリームください」っつってあれ

コーンやめながれあんなちっちゃいの立てへんにやから、今度あの最後のあそこのカリカリカリって三角のね、コーンのカリカリしたいしたい三角のところで最後のね、やめながれ本当に。またスイ頼んで、でまた持ってって、でまあ上にまた上にそれはもうな台ないから、あのちっちゃな台座と台座ごと右手に持って、しっかりと左手は手すり持って。 美味しかったでしょ美味しかったでしょ本当にめちゃくちゃうまかったいや面白いそれだから全然時間なくなっちゃうね今日はお客様もお見えになるんですねはいケイタルえ東京市の今日の一面の左上のところでしたけどはい。え退職者の四割雇い止め非正規公務員実態調査ただのコマ毎年不安こういう見出しが踊っています 民間団体公務非正規女性全国ネットワークは11日非正規公務員の実態調査結果を公表しました退職した人のうち雇い止めが4割を占め改めて雇用の不安定さが鮮明となった一方全体の6割が年収250万円未満で収入も低かった当事者たちは私たちはものではないと声を上げたとあります、うん えーまあ、調査は6月から7月非正規で国の機関や自治体で働く人と退職者を対象にインターネットで実施有効回答は人だったとあります、えー、年収は250万円未満が 65%350 万円以上が7%にとどまった、えー、全体の39%は家計を支える主たる生計維持者 で自分の収入がなくなると家計は非常に厳しいと答えた人は52%だったとあります、はいえー、神奈川県労働局の職業相談部門で非正規の国家公務員としてハローワークの相談員をする渡辺さんという方は、えー、毎年毎年雇用の不安にされされていると話す。えー、今年年年で働き始めてて目になるがが、うん、正規の公務員減らされて 非常勤がいないと職場は回らない、常勤より業務量が多いのに給料に格差があると明かした、えー、回答者からは低賃金のため若い人が辞めてしまう、妊娠中に辞めさせられた、人として扱ってもらえない、ただの駒、うん、え年限が来るとスパッと首になる恐ろしさは耐え難いなどの切実な声が多数寄せられたとあります。うん、えこちらの 公務非正規女性全国ネットワークの瀬山さんという共同代表は全国でこのような事態が起きている働き手が軽視されているだけではなくサービスを受ける市民にとってもマイナスだと指摘したとありますうん、うんはい、あれだよね、これ、年限が来るとって何年だっけ、なんか5年そうですねあのーう 場所によって違う部分とか契約によって違う部分もあるみたいなんですけどここにあるのは先生のケースですけど1年間の契約で更新は5回まで6回目には公募の試験を再度受けることになるとそうなんですよねだから5年経ったらもう1回試験受けてっていうことになるよう働く人たちに優しいように一見見見えるんですけど。 本当ににお金がが稼げななない人がなんか増えててるよような感じになってますよねまあだからこれこうもう少し踏み込んでいえば雇い止めに遭うかもしれないと思いつつずっと不安定な中で働いてそれでもなんか正規の人よりかは働いているにもかかわらずまあ努力で働いているにもかかわらずなんかああ 年収は頭打ち、うん、ううに格格差差もある格差もある。あ、ね、これは公務員の話だからね、はい、まあだからこれが一般になるとちょっとどうなるのかなっていうのと、うん、もう一つなんか今度ね、うん、まあ自民党の総裁が誰になるか分かんないけども、うん、なんかこう雇用をもうちょっと見直そうと。うんうん ねまあ、いわゆるこう首を切りやすくするそうやってこう労働市場を流動化させましょう、うん、みたいなのは出てますけどね。うんうん、はい えー、次いけますか、はい、え日刊スポーツですね、うん、兵庫県のま斉藤知事のお話です、うん、え辞任拒否の斉藤知事不信任決議案提出しております斉藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、うん、県議会最大会派の自民党は、うん、知事不信任決議案を9月議会に提出する方針を固め高い派を巻き込み 高い派を巻き込み可決が見込まれる情勢となったと、うん、え自民などは12日に辞職を申し入れ拒絶された場合 開会日の19日に提出する案が浮上、可決されれば斎藤氏は失職か議会解散かの選択を迫られる、11日の定例記者会見、昨日の定例記者会見では、辞職要求に応じない考えを示し、不信任案が出たら選択肢はさまざまあると会見中に含みを持たせたが、会見中に突然涙ぐむ場面もあったとあります。 <で>うん、そしてこれ,<え>まあこれに付随して、あれだよね、そうですね、ここれ産経新聞、うんはい、副知事ですね、うんえー、兵庫県告発文書、元県民局長、聴取の45分とあるんですが。うんうん えー、兵庫県の斉藤本彦知事の疑惑が文書で告発された問題で片山元副知事が3月、文書を作成した西播磨県民局長、まあ、当時の肩書きの西播磨県民局長の男性を事情聴取した際の詳細なやり取りが明らかになったと、えー、人事権をちらつかせて情報源を探る片山氏が噂をまとめただけかなるほどなどと話す、語る場面もあった。 斉藤氏は噂話を集めたという男性の説明を文書に真実相当性がないとする根拠に挙げるが、やり取りからは周囲を守ろうとする男性の意図がにじむとあります。はい、これ長手の時の、うん、まあなかなか迫った感じですね。ま四十。うん。のしいねこれは。そうですね。うん。 え片山聴取の中で1年間のまあ全部のメール、記録を今、チェックさせとんねんと強調、いろんな人が名前出てきたわ、どういうこっちゃ、同じ内容やで、告発文書とこの男性のメールがこう内容、同じじゃないか、こうやってまあ問い詰めていく様子だったりする、あ,あとはまあ肩書、き昇給、どないしようとか、警察に持ち込もうかと思ってる、一切知らんって最後まで言うのといった発言もあったと。こういうい 会議格好がいいいろろっています、はい、だからこの副知事は、まあ、知事の命を受けて、うんえー、調べたってことになるね。その割には随分なんかこう昇級どないしようとか警察に持ち込もうかとか、うん、結構こうなんていうの知事側に近い立場の発言をしているように聞こえるよね。うんうん、はい えー、もっと真相が明らかになってまあでも今も全会派もねやめてくれと、まあ、維新も言ってるし、はい、自民も言ってるしそれ以外もみんな言ってるっていう中でどううなっってていくんだだろうってことだよね、はい、さあ今日も始めましょう。